皆さんこんにちは、フィレンツェチャンネルの清水春子です。今日はよろしくお願いいたします。今日はフィレンツェの中でもとても有名なフィレンツェ中央市場の2階部分を紹介したいと思います。1階部分はお野菜とか、あとお魚、あとお肉とかがねたくさん売ってるんだけれど、2階部分というのはレストランがあるフードコートとなっています。それでどうして今回ご紹介しようかと思ったのかというと、ここは365日年中無休で開いていて、観光の方にもねとても便利だなと思ったのでご紹介することにしました。この日撮影に行ったのが午後の3時半ぐらいだったんだけれど、このようにまだまだたくさんの人がいてね、ランチタイム終わりの頃だったのにとても賑わっていました。1階部分は朝の7時から午後の2時までしか開いてないんだけれど、ここの2階部分はなんと朝の10時から夜中の12時まで開いていて、遅い朝ごはんとかとランチね、あとは夕方のおやつとか、あとはディナータイムまでいつ来ても開いているので、地元の人たちはもちろん観光客も数多く訪れています。あ、ここはね、なんとね、料理教室なの。トスカーナ料理の料理教室があって、外国からも多くの人たちが学びに来ています。あ、ここはケバブのフードコートね。揚げ物専門のフードコートもあるし、あとお肉料理、シーフード料理、ピッツァの専門店もあるし、あとパスタ料理の専門店もあるので、その日の好みによっていろいろなものが選べるようになっています。やっぱりね、イタリアのレストランっていうのはだいたい午後の3時ぐらいに閉まっちゃうところが多いから、こうやっていつ来ても食べられるところってすごく便利よね。こうやってね、並べてあるお料理がとっても綺麗だったから、なんかじっくり一つ一つ取りたいなと思ったんだけれど、こうやってなんかもう個人でこうやってじーっと取ってても大丈夫なのかなと思って、こんな風にね駆け足で撮影しています。なので、興味があるなっていう方がいらっしゃったら、実際にこの中央市場の2階部分にいらしてください。あ、ここはなんかとっても有名なチョコレートとジェラートの専門店、すごいかわいいよね。この隣がパン屋さんで、その隣がピッツァを食べれるところになっています。ここの部分はトスカーナのワインやビールが堪能できるようになっています。あと、ここのフードコートには Wi-Fi があります。無料 Wi-Fi なのでとても便利です。ここは手打ちパスタのフードコートで、パスタもね、いろいろな種類があって自分で好きなのを選べるし、その上でソースも選べるようになっています。こちらがワインコーナーになっていて、あ、ここはね、トリュフの専門店です。そしてここがイータリーといって、イタリアの伝統食品の食材ショップになっています。お土産にもとてもいいと思います。ここはもつ煮込み専門店です。こちらにはチーズ専門店、そしてお肉の専門店があります。こうやってね、生のお肉もすごいたくさん種類があるんだけれど、サラミもね、種類豊富に揃っています。ここはね、ワインが楽しめるフードコートで、このようにワインのお供にということで、まあ、前菜ね、カナッペとか、あとサラミの盛り合わせなどが楽しめます。2階のフードコートはね、こんな風にどんどん新しくなっているんだけれど、まあ、中央市場全体で見ると体育館みたいな感じかななんて思います。はい、外に出てきました。外はね、このようにサンロレンゾ市場になっています。というわけで、中央市場行ってみたいなと思ってくれたら、グッドボタンとチャンネル登録のよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。